はい、こんにちは、福地わかめと申します。それではアイワナドリンクザティーですね。早速続きをやっていきたいと思います。この先になんか耐久ボスがいまして、何のキャラなのかよくわかんなくて、前回終わった後にちょっと調べまして、このフォーってやつですね、メグっぽいドっていう、まあミクちゃんみたいなボーカロイドで、メグメグファイヤーエンドレスナイトっていう曲らしいです。だから何言ってんだって、聞こえなかったやつ、聞こえなかったやつはそう言ってたみたいですね。じゃあ行ってみますか。おい、でこれはなんか微妙に時期っぽいから、ちょっとずつ動いてみようかなっていう、ちょっと前回の反省をね生かして、これでもうメグメグってここなるね、なるね、うん、オッケー、フーとウーが一緒になるっていうのがもう笑っちゃうんだけど、今回結構長生きできてるぜ。これ終わんないの、終わんないの、終わった。何が来る、何が来る、まだふわふわだな、何が来る、ううやめて、ちょっやめてやめて、無理無理、ファイヤーエンドレスナイト、めぐめぐファイヤーエンドレスナイト、オッケー、フォーまでは超えられるようになってるから、やべやべやべ、あぶね、オッケー、さあ A メロまでは比較的来れるようになった。でどうする、どこにいんのか、安全、これもうこのふわふわに耐えるしかないから、どうしよう、下、やっぱこの屋根の下にいる方がいいか。お、終わった、何が来る、ちょっ下出てくんの。じゃああれ、リンゴが消えたら上に上がるしかないか、くすん、よし、で A メロ中はこの屋根の下で耐えよう。よし、来んなよ来んなよ、もうパズーになってやりましょう、ここは僕の家だぞ、出てけ。でリンゴが消えたら、リンゴが消えたら、やべ、オッケー、で炎が上がる、はい、あ、うう、ちょちょ、待って待って、なんだかんだでね、耐久は最近練習、これ端っこアンチじゃない、最近ね結構耐久単発やったり耐久の練習はしてますから。何が来る、てか終わりか、ほんでまだまだあんの、うっうっ、また最初の感じだな、早く終わってくれ、やべえ、うっ、落ちてくんの、ちょマジでランダムじゃないみたいなんで、ヤバそうになったらちょっとずれるけど、さ、逆にサビこれでいいのっていう感じなんだけど、さあさあさあ、でさっきの感じだと、でまたこれでちょびちょび動き出して、最後リンゴが落ちてくるから、あれを避けると、おらおら、やべ、あぶね、オッケー、え、2番あんの、2番あんの、ちょっと待って待って、聞いてねえってこれ、2番あんの、でも横になっただけか、あう、あう、やめて、やめてよ、ちょっと、ちょ、あぶね、また消えるかこれ、うえ、消えないの今回、はいはい、で落ちる、オッケーオッケー、これはもう上でしのごう、やべ、あぶね、あぶね、次のファイヤーが本当にノータイムで来るから、やべ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 、あぶね、オッケー、超えた、ファイヤー、次はアンチ、アンチ、端っこはアンチじゃねえ、ダメだ、やべえ、危ねえ、素直に避けるか、素直に避けよう、
やべやべやべ、死にたくない、やばい、終わった、何が来る、うぅ、何何、やべやべやべ、でもゆっくりだな、ゆっくりだな、やだ死にたくないんだけど、マジで何が落ちる最後、てかまだあんのかな、またサビが、やべやべ怖いんだけど、マジで何が落ちる、え、うん、やめてやめてやめて、何何、やべやべやべ、危ね、うん、やべ、また一番と、うーわまたファイヤーあんの、おいファイヤー、でサビはまたここにいてみる、ダメだなダメだな、これアンチじゃなかった、やべやべ、2番は自力で避けるしかなさそう、もうやべ、早く終わってくれ、怖い、これ怖いんだって、よしで、これこれを避けて、これが終わったら上に上がる感じですね、またあのふわふわが来るんで、これでも特別なことはしてこなかったから、とにかく避ける、やめて、避けらんない形はやめて、本当にもうそれだけなんだ、望むことは、まだまだ終わんない、そろそろじゃないだな、やべやべ、早く上に早く上に、よし、とりあえずこれでファイヤーは回避できる、ファイヤーは回避できるんだけど、ファイヤー来るね、よし、うん、数数数がさ、数が数がさ、ちょっと待って待って待って、やべって、無理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 、やべ、早く終わってくれ、悪夢悪夢なんだけど、これまだ、あう、危ねえ、うん、フェイントやめて終わってくれ早く、うわまたファイヤーあった、おファイヤーどこだ、ファイヤーどこで来る、どのタイミング、ここここか、このタイミングでファイヤーが来るのね、してあげる私のことを愛してくれる、うわ届かねえ、はい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 、めぐめぐファイヤーエンドレスナイスホップ、オッケー、ここはだいぶ突破できるようにはなってる、ほらで、A メロまだ引きつける、君のその想いは楽園への片道切符、強く握って離さないで、入ってくるでない、おい入ってくるでない、ちょ入ってくるな、おいやめろ、出てて、おいやめ、上に、じゃあ皆さんご一緒にファイヤー、めぐめぐファイヤーエンドレスナイス、そしてもっともっと熱くなれフィーバー、めぐめぐファイヤーエンドレスナイス、感じる今が真実、永遠に解けない魔法で、誰より深く君を愛してあげる、よし、ここまで来れた、とりあえず1番さえしのれば、まず2番突破はそんなに難しくないんで、しっかりあの横のやつを避けてく、はい、ちょっと避ける、上に行って、ダメだな、ここで行こう、オッケー、でちょっと際どそうな当たりそうなやつはドットで当たる可能性あるから避けてく、こういうちょっとだけ飛び出してるのがあるんで、さあどうだ、オッケー、ファイヤー、サビに関してはね、まさかの2番もここがアンチでしたね、ちょこまか動いてたから気づかなかったんですけど、1番も2番も微動だにせずにサビを越せてしまうという前代未聞のね耐久なんですけど、いやいい曲っすね、
最初何のキャラか全然分かんなかったんですけど、聞いてるうちにね、なんかどんどん気分が乗ってきますね。さあ、まずね、ここで死ぬっていうことはないので、しっかり見てしっかり避けてこう。かっこいいギターソロの始まりですからね。頼むから避けられない形ってのだけはやめてくれ。イエーイイエーイ、ふぅ、かっこいいねギターソロ。よし、こっから集中、最後のファイヤーに備えて隙を見てここは上に行く。で、このふわふわを上でやり過ごす。おう、ここで死んだら目も当てらんない。頼むぜ頼むぜ。オッケー。で、大サビで、なんか大サビも意外とそんなに派手に動き回る必要ないかな。この辺でちょっと立ち止まってるだけで良さそうなんですよね。頼むぜ頼むぜマジで。あとは最後のファイヤーで飛ぶタイミングだけ、それだけだから。来るぞ。愛してあげる私のことを愛してくれ。ここいった、よし、何が来る何が来る。もう何も来ないか、何も来ない。え、突然なんかやめてよ。このイラスト落ちてくるとかない？大丈夫？おい、え、終わり終わり、むしろ終わってくれ終わってくれ、頼む頼む。よっしゃー、おー、倒した。いやー、強敵だった。なかなかにタイミングが合わなかった。おー、戻ってこれた、セーブ。いやー、手強かった、なかなかに。よっしゃー、まあまさかのね、3ステージ目、まあどういう順番でやるのが正解なのかわかんないですけど、3ステージ目でね、今までのボスとは一線を画するボスが出てきたんで、ちょっと驚きを隠せないですけど、この後不安だわ。よし、てなわけでですね、次回さらに先を進んでいきたいと思います。それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。